はい。どうも、こんばんは。これがね、えー、今日の最後の配信になると思います。はい。えー、っとですね、なんと言うか、はい。えー、まあ、これはいいことですね。はい。またまたね、えー、女性セブンさんですね。女性の7さんですね。女性セブンさんが詳しく、方、えー、の堂々をしてくれているみたいです。はい、えー。最近ね、多くなってきましたよね、こういうのが。 はい。世に出るようになってきました。これでね、とどまってくれれば嬉しく思います。はい。とどまってくれればね、これ以上食べないでほしいというのが私の願いでございます。はい。皆さんも同じだと思います。はい。えー、食べてしまった人たちのね、えー、まあ、食中毒とかね、お腹壊しちゃったっていうね、えー、いろんな、いろんなね、症の上状を、はい。いろんな症の上状をね、 え、書いてくれております。はい。え、またまたね、え、これ、こ、今週号かな女性セブンさん。はい。え、素晴らしいですね。え、どんのね、え、ブログさんにね、え、実は、あちょっとね、転載しているみたいで、え、どんのブログさんで読めるようになってます。はい。え、皆さん見に行ってください。よろしくお願いします。こういう風にね、どん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 、 出てくる。はい。表に出てくるということは、はい。えー、多くなってきてるということです。何がかというとね、えー、いわゆるね、負の心を抱く人ですね。負の心を抱く人。はい。不信のね、感を抱く人が多くなってきているということです。あれに関して。はい。 なのでね、えー、大都市ですね。大都市っていうか、王の逆さかですね。王の逆さかなんかでは、あー、例のね、祭りの会場をね、設置したのはいいけど、誰も来ない。はい。そういった状況があるみたいです。まあ、いいことです、これは。はい。やっと気がついたかって感じですね、ここに来て。はい。これで、えー、まあ、間に合えばいいですよね。まあ、でのトックストックスが。はい。 ええー、まあ、どうなんだろうかって、ここら辺はね、私、私ちょっとね、疑問には思ってますけど、えー、まあ、一人でもね、多くの方がね、でのトックストックスしてね、えー、なんとかね、なってほしいな、と思ってます。まあ、まあね、まあ、難しいのは難しいと思いますよ。はい。ええー、未だにね、 未だにこういう状況ですし、えー、またね、言うの死ですね、言うの死のね、一死の会を知らない人が結構います。はい。なので、ちょっとぐ具合がってなった時に、まあ、行く、行くね、はい、行く病の因を間違えるということです。はい。そういうことなんですよ。 最初っから、その U の C のね、一 C の回に行けばいいのに、えー、なんかね、こうなんちゃらとかに問い合わせしちゃって、別のね、別のね、歩数のピタルを紹介されてそっちに行ってしまう。えー、最初からね、中のね、村のクリニックさんみたいなところに行けばいいのに、はい、全然ね、 え、あっち側の病院に行ってしまった結果、あはどんどんね、えー、ちょっと調子悪くなってしまうっていう方がね、多分多いんじゃないかなって思います。はい。えー、なのでね、皆さんね、もしね、もしですよ、 お、聞かれた場合、はい、あのー、あなたね、なんかそういうこと言ってたけど、どうなのって聞かれた場合は、教えてあげたらいいかもな、いいかもしれませんね。はい、えー、そういうふうに思います。やっぱりね、人としてね、えー、そういうことはね、ちょっと伝えていってあげたいなと思ってます。しかしですね、えー、いいことです。これ、あのー、出てきましたね。いろいろ。 出てくることはあー、とんでもなくね、いいことだと思ってます。はい、えー、これでね、えー、踏みとどまってくれる人が増えると嬉しいですね。はい、それでは皆さん、あのー、またね、今日も一日ね、お付き合いいただき本当にありがとうございました。はい、そして明日もね、元気なお顔で、えー、皆さんとお会いできることを楽しみにしております。 はい。ちなみにこちらはね、えー、塗り絵を始めた頃ですね、割と塗っていたあ塗り絵です。これは最近の作品では全然ないですね。はい、えー。こういった塗り絵ですね。はい。なかなか可愛い風景系の塗り絵でございます。はい。それではまたごきげんよう。沖縄おばばでーす。